一番奥です。お疲れ様でした。ありがとうございます。非常に大変な試合の後に疲れている中ですみません、ありがとうございます。今率直にワールドカップを終えて、どんな気持ちですか？夢の舞台って想像してましたけど、想像以上だったなっていうのを感じてますし、あとは本当に、いや勝てないかっていう、何が足りなかったのかっていうのを正直まだ整理しきれてないですし、僕たち全員全てを準備したつもりだったので、まだ答えは見つかってないので、ゆっくり考えたいなと思ってます。その中で僕的にもそうなんですけども、堂安選手のプレーは世界にすごくインパクトを与えたと思うんですよね。何かその中で自分ですごく感じているもの、そしてまたこれから何が必要で足りないものがありましたらお願いします。やっぱりゴールっていう部分では自分の良さであるところはある程度こうツーゴールできましたし良かったですけど、ただ他にもっと質を上げていかなくちゃいけないところはたくさんありましたし、昨日の試合なんかでもやっぱりあそこで決める選手にならないと、そこが僕がしなくちゃいけないこう仕事だと思うので、すごい無力さを感じながらこうピッチを去ってからは PK 見てましたし、本当に未熟、まだまだ未熟だなって感じました。交代の瞬間なんですけど、どういう気持ちでピッチを後にしました？いやもう頼む、もうその残ってる選手に頑張ってくれっていう思いでしたし、もう本当にもう60分でも70分でもいけるところまで全て出し切ろうと思ってたので、監督も信頼してくれてあそこまで残してくれましたし、そこで仕事できなかったのは本当に悔い残ってますけど、選手たちに頼むって思いで、見てました。外から見てでも堂安選手のそういう、戦う姿勢、ゴールに向かう姿勢、非常に感動を受けましたし、これからまた4年後、4年後って言ってもね、先のことは本当分かんないと思いますけれども、これから一つずつ自分が成長していくためにこの大会を経て何を感じてどう進めべきかっていうものは何かありますか？いや正直こうディテールを詰めればたくさんあると思います。やっぱりプレーのところでももっと能力的なスピードも上げなくちゃいけないですし、シュートもやっぱ精度を上げなくちゃいけないですし、トラップからパスから全ての部分でやらなくちゃいけないですけど、やっぱりもうマインドセットの部分でやっぱりもっと人よりも努力しなくちゃいけないですし、本当に明日からですけど、誰よりもこうサッカーのこと考えて誰よりも夢に向かって進むしかないかなと思ってます。やっぱり日本の良さっていうのはチーム力だと僕も思ってますし、もちろん個々の能力を上げていくっていう部分でも大事だと思うんですけど、今考えている自分が描いているその一歩ずつ前に進むためどういう努力をしていくべきだと感じてますか？個人的にはやっぱり自分はフィニッシャーだと思っているので、そのフィニッシュのボックスのところで何ができるか、ボールを受けて仕事をする場面を昨日は見せなかったですし、そこは自分が一番代表でやらなくちゃいけない、見せなくちゃいけないプレーだと思うので、そこは極めていきたいですし、チームとしてはやっぱりこれが戦術といえば戦術なんですけど、やっぱり引き込む時間がやっぱ多かったですし、やっぱりドイツ、スペインでもボールを持ちたいという気持ちは選手全員持ってますし、もう3年半ですか、あと次のワールドカップまでありますけど、チームとしてもこう突き詰めていかなくちゃいけない戦術はあるのかなと思ってます。4年後、先ですけれども、堂安選手ももう28の年になると思いますけれども、どういったプレーを見せたいイメージがされてますか？やっぱりこの悔しさを忘れなくちゃいけないので、目標だったベスト8以上もう絶対に乗り越えなくちゃいけないと思ってますし、すごく難しい感情ではありますけど、いろんな先輩方がこうしてここまで僕たちにつないでくれたので、本当に今の4年後ピッチに立つ選手は先輩たちの思いもこう背負って壁を乗り越えなくちゃいけないかなと思ってます。最後に堂安選手にとってこの日本代表とは
まあ、やっぱり自分を強くする指摘してくれる舞台だなと思ってます。やっぱり人からの期待はすごい感じますし、特にこのワールドカップではすごい感じたので、これほど自分が強くなった、人としてこう強くなった経験はあんまなかったので、この2週間でこう人間として強くさせてくれた舞台かなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。